さんこんにちは、ウピーシュ代理の白霊霊夢です。相方の霧雨マリサだ。今回はウピーシュの自作モッドである東方世界大戦を普通にプレイしていきます。このモッドは WW2 に東方キャラを適当にぶち込んだモッドです。NF も適当に変更しています。そんな説明でいいのか？実際こんな感じです。このモッドのイタリアはバニラの改良版といった感じです。3つあるデバフ国民精神。そのうち1つはお前が関係しているけどな。3つあるデバフ国民精神は NF を進めていくと解除できます。日本の NF を有用して超大型戦艦を2つ生産ラインにぶち込めます。政治 NF ではダルマチアを問答無用でぶんどったり大イタリア帝国を作ったりできます。あと産業 NF は RT56 モッドを参考にしてナーフした。それでは始めていくんだぜ。あと音は今回切っているぜ。あとこのイタリアの国家元首は私です。いつもの。NF の都合で全併合。ユーゴスラビアからダルマチアを問答無用で奪います。ええ、ユーゴスラビアの戦闘機コンペ。たった今領土を奪ったやつの戦闘機を使うのか。時報。第二次世界大戦に参加していきます。フランスに宣戦。フランス戦線はバニラより優秀な将軍のおかげで一部優勢。ソマリランドとジブチも落としていきます。フランスの前線が崩壊しつつあります。将軍とカスでここまで変わるのか。山を越えて、もう総崩れです。フランス降伏。海戦。順調に落としてるわね。やったぜ。ユーゴに NF で戦線。構成して。人のもの、取ったら、泥棒。鏡見ろ。構成して。ユーゴ降伏。次は独立保障していたルーマニアだな。ほい。ルーマニア降伏。ギリシャに宣戦布告。米返しします。開発進行を楽しみにしているよ。ありがとうございます。モッド制作の励みになります。今はドイツの NF を作っているぜ。米返し終わり。もうギリシャは風前の灯火だな。早く降伏して。ギリシャ降伏。史実とは違うのだよ史実とは。大海戦。従順が落ちたからこっちの負け。ブリテン島上陸。港ダッシュ。ブリテン島分断。ロンドン陥落。イギリス降伏。講和会議終了。NF で国号を変更。色も変わったな。ドイツと交戦。NF でバフが入ってるから楽勝のはず。コミンテルンに入れてくれるらしいので入ります。構成。真っ赤。ブルガリアヨーグルト降伏。バフ入ってるのに抜けない。一部押されてるな。飛行士団で局地的構成。ハンガリーは平地が多いから飛行士団が生きるわ。もうすぐ包囲できそう。包囲。殲滅。押し返された。一度ミスってロードしてるぜ。構成。今回はいけそう。突破。モッドのバフありでこんなに苦戦していることを考えると、いつかのイタリアプレイで使った十字双方手段は実は強かったのかもな。カットして南ドイツを制圧。ドイツを分断。ベルリン陥落。もうドイツは終わりですね。少しずつ包囲してさらにドイツの戦力を減らすぜ。こんな状態でもドイツはソ連には食い込んでいるのね。ルーマニア降伏。ウィーンが落ちてドイツ降伏。講和会議終了。
それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。できればこのモッドで遊んでくれれば幸いだぜ。まあ、もうすぐアップできて遊べなくなるんだけどな。そんなに多くいじくっているわけじゃないからアップで対応作業は楽だと思う。多分、